行くの？お母さんは？モアナ、お母さんはまだ遠くにいます。じゃあお家で待ってないと。ハリア村へ戻ろうよ。村では怖いゴーマが暴れていて、とっても危ないんだ。でもモアナ、お母さんに会いたい。モアナがゴーマに襲われたらお母さんが悲しむよ。元気でお母さんに会うために今は一緒に行こう。分かった。モアナ、一緒に行く。お母さんを悲しませたくないから。話してもらうわよ、ゴーマ病と汚れのこと。あんた、精霊の禁忌を破るつもり？こいつら次第だ。精霊の禁忌？ことはゴーマだけの話じゃないのよ。この世界の仕組みと言ってもいい真実、下手に知れば人間そのものの足場が崩れるかもしれないほどのね。だから精霊はこの件を人間に語ることを禁忌としてきたんだけど。それでも知りたいか？私はもう人間じゃない。知らないままで自分をごまかして進むことはできません。いいだろう。そもそもゴーマ病なんて病気は世界に存在しない。人間はもともと誰もがゴーマになる。心に抱えた汚れがあふれればな。汚れとは何なのですか？理性では抑えきれぬ負の感情、人の心が本質として抱えている業じゃよ。知っていたのか？魔女じゃからの。汚れは誰もが持つ心の闇。お主らも心当たりがあろう？言われてみればかなり心当たるな。人間は業に突き動かされる生き物だ。容易に負に傾き汚れを発する。ほとんどの人間が汚れを発しながら生きていると言っていいだろう。むしろゴーマが本来の姿でささやかな理性で人間の形を保っているだけやもしれん。民衆がそんな事実に気づけば大混乱になる。だから清涼はゴーマ病という仮病を広めただろうな。嘘です。だって開門の日以前にゴーマはいなかった。本来ゴーマも精霊も特別な霊的才能、霊能力のない人間には見えない存在だった。波の人間には突然凶暴化しただけに見えたんじゃよ。その異常さは悪魔付きや獣人化などと呼ばれて伝わったがな。なんで急に見えるようになったんだ？人間全体の霊能力が増幅されたからだろうが、理由はわからん。だが同じように降臨の日を境に精霊まで人間に見えるようになり、大量の対魔師が生まれた。きっとアルトリウスが絡んでる。でも
病気でなければ村人が一斉にゴーマになるはずがありません。八つの首持つ大地の主は七つの口で汚れを食って、クーマは人が出す汚れを吸収してカノ主に送る。なのに僕たちが地脈点からモアナを連れ出したから。ボーは賢いな。そう、吸収されなくなった汚れが溢れたのじゃ。つまり私のせいか。ねえ、どうしたの？なんかみんな怖いよ。おかげで古文書の記述が信用できることが分かったわ。地脈点から全てのクーマを引き剥がす、カノ主の力をそぎ覚醒を阻止するために。でもクーマを奪ったら人間がどんどんゴーマになっちゃうんじゃ。やらなきゃアルトリウスを殺せない。現に恐ろしき女やな。真実を知って進むか。いいだろう。外見が違うクーマを探すとなると、やっぱり地脈点を潰していくしかなさそうだな。人とゴーマの違いは。エレノアだよ。元気出して。エレノア、エレノアのお母さんもずっと見てるよ。はい、その通りですね。グリモワール、さっきの話を詳しく聞かせて。汚れの件？禁忌だって言ったでしょ。人の感情、業が汚れという毒を生んで人間をゴーマに変えていることは分かった。汚れの発生を防ぐ方法はないの？人が人である限りないわ。言った通り、汚れは感情から生まれるものだから。あんたたちは何らかの対応をしてるはずよ。精霊だって心も感情もあるんだから。精霊は汚れを生むことはないのよ、人と違ってね。嘘ね。私は精霊が傲慢化するのを見た。それは外部の膨大な汚れにさらされたからよ。確かに監獄島は囚人と傲慢で溢れていた。それにメルキオルは精霊に何かを打ち込んでレジェンドワイバーンに変えた。あれは汚れか。精霊にとって汚れはまさに毒なのよ。だから精霊は正常な存在を器にして汚れから身を守る必要がある。もっともそれも完全な対策じゃないけどね。器が汚れたら精霊も傲慢化する。ごめんと。つまりエレノワが汚れたらライフセット、アイゼンが言ってた器が壊れたらって汚れたらって意味だったのか。その通りよ。小さな心のほころびが大きな志を砕くことはよくある。ピュアピュアな大魔師のお嬢さんをあまりいじめちゃダメよ。忠告として聞いておくわ。第四種管理地区の島から逃げてきたという密漁者を沖合で助けてやったんだよ。そいつどこぞの料理人に頼まれてその島に住んでる珍しい狼を狩りに行ったらしいんだけど、島には狼どころか動物の姿なんてどこにもなかったって。なんでそいつが逃げなきゃならなかったんだ？何もいないはずなのに獣の叫び声が島中に響いて怖くなって船に戻ったら積んであった食料が食い荒らされてて船が傷だらけになってたんだってさ。慌てて逃げたらしいけど出航してすぐに船が沈んじまったそうだ。ほう、人間を手玉に取るような賢くて荒っぽい獣がいるってわけだな。おそらくな。後から聞いたんだが
その島では大魔師が何人も命を落としてるらしい。行くつもりなら十分注意した方がいいぜ。副長、警視庁のボスからシルフもどきが届いたよ。依頼があるからローグレスまで来いって言ってるけど、どうしますか？行くわ。離宮にいた奴がクーマかどうか確かめる必要があるし。だな。それに警視庁なら他のクーマの情報を持っているかもしれん。ローグレスへ向かうぞ。出航の準備だ。いつでも出られるってのは。話にならねえ。つむじ月下、つむじ月下、レッツゴー。双剣客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 、つむじ月下、クラスター、こいつはどうだ。双剣客、つむじ月下、双剣客、つむじ月下、レッツゴー。次はどいつだ。天に届け草原客、貫け力、冷凍空間、レイヤー演劇員、草原客、つむじ月下、レッツゴー。天に届け草原客、つむじ月下、これが死神の力。その程度で影の竜、草原客、つむじ月下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 、その程度で草原客、つむじ月下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 、草原客、つむじ月下、つむじ月下、その手が抜けよ、草原客、クーペンパレードイグニス、ボイドラグーン、セイドブライト、やってしまったろ、セ
ボイドブライト、ジェ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 イドブライト、ジ